はい、皆さんどうも、橋本でございます。前回に続きまして、ベートーベン交響曲第3番の解説を始めていきたいと思います。今日は第2楽章2回目、50小節目から104小節目までを解説していきます。まず50小節目からボーイングを説明していきます。最初の3連符にストルサンドがついていますので、ここをこのようにあえて逆弓にしてダウンから入って意味順で弾いていただいても構いませんし、あるいはアップでもしっかり落ちた音が弾けるのであれば、アップからの意味順で弾いていただいても構いません。51小節目以降の3連符の形はアップからの意味順で弾いていただきたいと思います。で、先に行きまして54小節目ですが、ここは一音一音にくさびがついていますので、今のようにダウンダウンで弾いていただいても構いませんし、あるいは2個目の F の音を抜きたいのであれば、このようにダウンアップと弾いていただいても構いません。55小節目アフタフトからの3連符の形はアップからの意味順で弾いていただきたいと思います。先に進みまして65小節目のボーイングですが、ここは1小節1つのスダーになっていますが、一読みでは弾きれませんので、2拍間で替え読みをしていただきたいと思います。で、ここのボーイングですが、ダウンから入って G でアップ、次は今しましたようにここをアップアップとして、で、ここはすぐにピアノに落とすようにしてください。はい、で、次の小節から短調から長調に変わります。で、この68小節目の段階でチェロとベースがこの長調になることを導き出すために、先ほどよりは少し前に進むようなイメージで弾いていただきたいと思います。あまり重苦しく弾いてしまいますと、次の長調になったイメージがなくなってしまいますので、前に進むようなイメージでこのように弾いていただきたいと思います。69小節目からチェードアに変わります。で、今解説中の BGM も普段の BGM に戻させていただきます。ここからのボーイングですが、最初ダウンから入りまして、このタイトの場所をダウンで入った後は意味順で続いていきます。はい、ここまでよろしいでしょうか。そして74小節目ですが、前の小節のゲーをダウンで入りますので、今のようにギスとデーをアップアップと弾いていただきたいと思います。その後はずっと弓順で弾きまして、76小節目からフォルティッシモのこの6連符ですが、ここはもう一音一音はっきり弾いていただいて構いません。比較的テンポが遅いので、今のように6連符一音一音はっきり弾いていただきたいのと、で、最後は8分も6連符分最後までしっかり伸ばすように心がけていただきたいと思います。78小節目はフォルティッシモが続いていきますので、3回の打ち込みは今のようにいずれもダウンで弾くようにしてください。80小節目からピアノになりますけど、ここからのボーイングは J をダウンから入った後、次の小節の G は裏拍から入りますので、今のように G はアップ E で指順で弾くようにしてください。88小節目後半からポジションを説明していきます。最初の G は第6ポジションを使って3でスタートして、で、フィスもまとめて取って3-2-3と取ります。で、次の小節の F、A、F を4-2-4と取って、次のデーチスデーは2-1、ここからまたゲーセン1本に戻って、最後は第1ポジションに取っていただいても構いませんし、あるいは今のハーのフレーズからデーセンに移って第4ポジションを使って4-2-4-2-1-2、このように第4ポジションを使って取っていただいても構いません。もう一度今の場所から通して演奏します。もしくはこのどちらかを選択していただきたいと思います。90小節目から先もしばらく弓順で弾くようにしてください。で、96小節目ですが、注意していただきたいのは、同じ6連符なんですけれども、16分音単位の6連符と、で、32分音単位の6連符がありますので、ここが紛らわしくなっていますので、特に98小節目をここで倍遅く弾いてしまう可能性がありますので、ここは間違えないように、その次もこの区別をはっきりと知っていただきたいと思います。100小節目ですが、ここはフォルティッシモが継続していますので、いず
ずれもダンで弾くようにしてください。で、101小節目以降のポイントは2通りのパターンを説明します。まず最初の2小節をこの1つのスカーをもうつなげていく場合は、今のようにもうダウンから入って弓順で弾いていただきたいと思います。で、もう1つは前半の101小節目、102小節目を1小節単位で改良する場合、103小節目のデスの形を今のように1拍単位で改良して弾いていただきたいと思います。もう一度弾きますと、短いですけれども、ここまでとさせていただきます。チェードアに入ったところ の、 音量記号ですが、ベーデンライター版は音量記号の指示が非常に少なくなっていますので、ピアノはどこまでピアノなのか、フォーティッシモはどこまでフォーティッシモなのかを必ず確認していただきたいと思います。第2楽章2回目の解説はここまでとなります。解説動画のリクエストはございましたら、コメント欄にどしどしお寄せください。チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回。